はい、次にですね、会議のルールを、この謎解きをちょっとやってみよう。ヨードール・ルソーさんはこの人なんですけど、彼は落選の大画家と呼ばれています。これはあのルーブルのグランドギャラリーです。今人が歩く、まあ、こういう作品もかけられています。これサロンです。ルーブルで開かれたサロンの時の作品展の状態ですよね。3年ぐらいに、2、3年に1回とかっていうような感じで行われていた作家の品評会みたいなものです。ここで賞を取って順位がつけられて、絵描きさんの値段が決まるっていうふうな、そういう戦場だったわけですけど、ルソーさん、サロンから拒絶された。審査員から、お前なんか絶対に入選してやらないからなっていうふうに言われて、15年ぐらいですから、ずっと出品しても落とされ続けたっていう、そういう人、落選の大画家と言われたのがルソーさんです。最も嫌われたヨードール・ルソーの風景画っていうものをちょっと考えてほしいんですが、ルソーの作品には抽象が浴びせられ、十数年もの間サロンに入選できなかったっていう逸話があるんですね。それをちょっと、なぜこんなに嫌われたのっていうことを考えて、まずですね、これ何を書かれてます、何を書いていいでしょう。これは高いところから低いところに水が流れる川の絵。川ですね、はい、川の絵。どの辺の川って言ったらいいですかね。まあ、山ですとか、そうですね、都会ではないです。山奥の、自然な流れの状態とかということになりますね。こういう絵に対してですね、お前なんか絶対に入選されてやんないぞって審査員から嫌われちゃった。ロスさん、はい、どうでしょう。なぜなんでしょう。どこが悪いんだろう。これはインパクトが薄いというか、あまりこうどれを、ポイントにして見たらいいか私は分からないので。わかりません。わからないです。ごめんなさい。そしたらですね、これでどうでしょう。これルソーさんです。これがダメだって言われた。コロです。風景画の風景画はコロの頃から言われた。こちらはいいよ。こっちダメだって言われたんです。ルソーさん。なんでこっちだったらいいの。シンボル的なものがあります。シンボル的。そうですね。すごくこう、教会が人間にとって、西洋人にとって大事なものが書かれているということがあるかもしれません。こっちは、俗にではさっき言ったようにですね、自然はこう淘汰されるものだからと、作り変えられるものだからと、それがあるかもしれません。ね、もうちょっと違うのがあるんですよ。気づいてほしいな。はい、私この絵とこの違いでね、何かこうこっちには右はなんか整ってる感じで、はい、さっきの川はなんか木が流れ着いたり、うん、その荒野みたいな、なんかパッと見ていい景色じゃないところがあるんです。いい景色じゃない、十何年もいい景色じゃないって言われてお伝えでしょうかということがあるんですがね、謎解きなんですけどね、なんでダメなのこいつは、こっちはどうしていいのということなんですけど、先生、はい、ちょっと下の方見てください。下の方見てください。ここから下の方見てください。こっちにないものがある。人か、人です、人です、はい、西洋の風景画っていうのはずっと長い間必ず人を入れなさいと、ちっちゃくてもいいから必ず人を入れないとダメだっていう、そのルールがあったんですよ。だからね、よく見るとね、あ、この人いるよっていう、そういう絵がずっと描かれてきたっていうこと。ところがルソーさんはオールそんなんじゃなく、この自然の凄さというか、そういうものを描きたいんだ。だから人間入れなかったんです。
ダメだ、ルールで拒否されていたということがあります。彼は最初の純粋に自然主義的作家であったって言われます。で、見えるままに描くことは生々しい、そしてそれは下品であると。日本の表現もそうなんです。見えるまま写真のように描くっていうのは下品だよっていうのはずっと言われてきたことなんです。江戸時代もずっと言われてきた。この時代の、ね、まで の, あの西洋でも見えるままに描くのは下品だよ。大体 人間にしても全部そうなんだ。理想化して描くもの、絵画って理想化するものなんだということ。生々しいからダメなんです。サロンから拒絶です。っていうことは革新的すぎたんですよ。ルールに縛られないで描いちゃった。革新的すぎた。でも彼はです、ね、その後フランス革命が、あったんです。革命政府によって彼を上げいじめてしまったのは申し訳なかったよねっていうことで、彼の名は回復されたというふうになった。必ず人間を入れるルールというものがありました。それは人間はの上には神がいる、人間の下に自然がいるということです。で、もともとですね、イタリアで最初にあった風景はこういうようにです、ヤニ色です。理想的ないいとこばっかりを組み合わせたような風景画というものを描くというのがイタリアの風景画です。これはお土産みたいに描かれていたものなんですけどね。で、必ずヤニ色、薄く黄色がかっている、茶色がかっているような画面として描くべきものだっていうふうな描き方をされたのがイタリアの風景画だったんですね。で、オランダはその後ですね、経済的に大繁栄したわけですよね。ですから庶民も、いろいろと絵を買ったりすることができるようになってきた。だから風景画みたいなもののランクが下のような作品でもいっぱい描かれるようになってきたんですけど、オランダでは自然主義的な風景画、自然をネタにドラマを演じると、雲のムクムクしたような、なんかこうドラマを感じさせるような風景というものがオランダでは描かれたんですね。で、空が明るくなりました。オランダの前にこちら全部茶色でした。ヤニ色がかかってたんですね。空が明るくなったのがオランダの風景画です。で、イギリスではね、牧歌的な風景画っていうのは自然を素直にめでる姿勢というのが描かれるようになった。この時にですね、緑色を明るい緑でやっと描くようになったんですよ。それまではヤニ色だった。これもヤニ色なんですよ。空が明るくなった。イギリスでは空も明るくなったし、緑色も明るくなった。自然な感じになってきたよねということなんです。でも必ず人は入れてた。人は入れなくちゃいけない。それでフランスになってからこれらが、入ってきたんですけど、影響してくるんですが、自由で自然で子飼いで描く今日的な現在の普通の風景画というものがフランスでは描かれるようになってきた。だからルールがだんだんこう解放されてきたということが風景画においても言えるわけなんですよ。絵画のルールを考えると、ミレーこのルソン、バルビゾン派、この辺ですよね。で、古典主義、ロマン主義、1800年です。これ1900年です。で、写実主義、クールでした、最初ね。で、印象主義というのは、こういう年表になりますけど、ルソンはこの辺で活躍したという、この辺にいた人なんですね。当時の画壇というか、サロンというか権威を持っていたのはこちらなんです。フランスアカデミズムというそういう、連中です。大御所、老人、彼らがサロンの、審査をしていたということですね。フランスアカデミズムっていうのはね、この10年ぐらいすごく綺麗で人気が出てきたっていうことだってよく知られるようになってきましたけれども、美術史の中では、ね、今まであんまり大事にされてこなかったんです。この流れなんです。この流れが美術史、絵画史だったんですよ。でね、これがあんまり知らない人が多いんですけども、実はこの当時です、ね、フランスアカデミズムというその一群の人たちが絵画の世界を牛耳っていたわけなんですね。で、お前なんか落としてやるよっていうのはここの力があったわけですよ。その会長をやってたのがブーグロンですよ。こんな絵描いてる人、綺麗なね穏やかというかな、ロマンチックなですね、こういう絵が氾濫していたわけですね。後の印象派の画家たちのサロン出品作をことごとく落選させていたのがこのブーグロンだというふうに言われるわけなんですね。
ひどいやつだなと思うかもしれないけども、まあ何でもそうですけどね、新しいもの、革新的なものが出てきた時には最初は否定されますよね。でしばらく経つとみんな慣れてきて、だんだんそれが、一般化してくるっていう、そういう流れを持ちます。でも、印象主義にしてるとこの辺 の考え方っていうのは、ね、独創的な表現という考え方が出てきてるわけですよ。ところがアカデミズムの人たちはね、独創性なんていらないんだよ、絵描きに独創性なんていらないよ、そういう考え方です。これは職人の考え方です。職人は、より良いものという意味で作るというのはあるけれども、全く違うもの、新しいものを開拓していく、発明していくというようなことは逆には許されない、そういう職業というか位置にありますよね。オリジナリティ、独創性、オリジナリティです。オリジナリティという概念は19世紀初め以前にはほとんどなかった。師匠と同じ、あるいはそれ以上に上手に描くこと、これが求められている。だからここも含めてです。これより前は実はですね、オリジナリティ、個性とかそんなのいらねえんだよ。そんなものは絵描きの仕事の中では大事なことじゃないんだ。そっくりに描く、師匠のとに習って描くんだ。より上手なのはもちろんいいんだけれども、独創性をね求めてなんて、それはね必要ないんだよ、そんなことしちゃいけないんだよ、そういうルールです。ところがここからそれが変わったね。ここからオリジナリティが独創性みたいなものが芸術の中で珍重されるようになったんですよ、それ以前はそんなものなかったんだからね、ということになります。ただこれまで美術の世界でアートを変えてきたのは大天才の個人が変えてきました。ミケランジェロであったり、ダ・ヴィンチであったり、彼らはもう個人のオリジナリティってものはもちろんありましたよ。それはね、いわゆる天才の概念なんですよね。普通の人とちょっと違う流れでありました。こういうルールがあったんだということになります。